皆さんこんにちは広報コンサルタントの石川恵子ですそしてスマートアプトディレクターの高松かな子さんですはいよろしくお願いいたします今日もメディアトレーニング座談会真夏、はい、真っ盛りですけれども暑さを振り切っていきたいと思います、はい、で今日のテーマはですね,ねえーとモデルから学ぶ個性の磨き方ということで はい、そして今日用意したのがこちらに、はい、なりますけれども、さんうん、どんな感じで今日は進めていきましょうかえっとです、ね、この今、写真に出していただいているこの子たち、えっと、1枚目の方ですね、枚目の方こちらに関しては今、今、えー、活躍している世界で、でパリコレだとかね、東京コレクション含めて、えー、世界をまたにかけて活躍している、えー、日本人のモデルの方たちをちょっとピックアップさせていただきました。 で、えー、まあ、見ていただくればわかると思いますが、とても個性的な方たちが、割と今、主流で、えー、活躍されている方がすごく多いです。うん。うん、なので、やっぱり、こう、時代背景っていうところもね、今、ジェンダーで、あ,のあんまり、この男らしいとか、女の子,の女の子らしいとか、 その美人だとかっていうよりも、その方が持っている個性をどう引っ張り出していくかっていうのが、まあ、私も今、古、あ、巣、のー、のモデルの後輩たちのレッスンしてるんですけども、やはりその持っている個性をどう殺さず、上手に生かして、えー、表現させていくかっていうことにすごく頭を毎回 <laughs> 悩ませながらレッスンしてるという感じですね。石川さんから見てどうですか、この子たち。個性っていうのが、うん まあ、い,いろんな要素があると思うんですけど見,見え方の見え方というか顔形なのかそれともファッションなのかパッと見たときに、うん、まあファッション、まあ、下の鈴木,鈴木さんはちょっとよく,は見,えよく見えないんだけども個性っていうのは高松さんが言うその個性っていうのはどこの部分なんですか、うん、顔形なのか全体の雰囲気なのかそう、はい、なのかどういうことでしょうか。 全部ですね。全部全部 <laughs> だから顔形もそうなんだけど、まあこれはね写真なので、ちょっとあの本人に会った時の雰囲気ってのはちょっと見えづらいんですけども。あのー、か綺麗に歩ければいいのかっていうとそうではないってことですよね。で、例えばちょっとこう猫。猫背猫背気味でこうや首が少し前に出ても、それがなんかすごくかっこよく見える。男の子がいたりとか。 やっぱりそういう子の場合はあまりこう姿勢を正すことをこう直,さ直さない確かにそういうレッスン風景見ましたね。<laughs> <laughs> 見ました、ねね、目の前で <laughs>。そうですよねモデルの子を来た時に石川さんいましたよね。直さないんだなと思って昔に比べてみんながみんなこうかっこいいよくというかじゃ,なくじゃないかなっていうのは、うん それは実感しましたけどね。あなたの個性を生かしてとかね、あの仲間さんが言ってましたけど。うんうん。だからその、猫背でもかっこいい。逆に猫背だとかっこ悪い子っていうのもやっぱりいて、うんえー、そういった場合はちゃんときちんとやっぱ姿勢を直すところからっていうところも、レッスンする子もいれば、だから、5人とか4人とかで、ね、進ん,んでするみんなそれぞれ、その、なんていうか、与えるアドバイスが全然違うんですよね。 だから隣のモデルの子に、あなたはこの,あのアドバイスを聞かなくていいからねって、あえて言わないと、みんなこう、真面目なので、聞き見立てちゃうので <laughs>。<laughs> <laughs> それぞれ、本当に、本当に今は、特に、特に今はそれぞれ。でもね、猫背で,でもかっこいいっていうのは、ね、うん、雰囲気ってことですかそうですね。 だから昔みたいにきれいに歩ければモデルになれるっていうのとまたちょっと今の時代違っていてかなんかかっこ悪いかっこよさみたいな感じになん,かなんて言ったらいいの,かいいの言葉として,て定義が変わってるっていう,こと、ね、そ,うそうですねだからいろ,いろんなジャンルがあるって,言って考えた方がいいのかもしれない、うん、昔のモデルの,あのイメージってやっぱり綺麗だったりとかかっこよかったりとかウォーキングが上手だったりとか当然姿勢がよくて。 背も高くて、細くてっていう、あのー、イメージがすごく、あのー、幅を占めてたんですね。そのモデルのこのイメージとしては。でも今の子たちは、例えば、えー、女の子でもすごくこうごっつい子がいたりとかします。あの骨格がね、太ってるとかいうことじゃなくて。でもそれが逆にその子の個性で、それがすごくいいって言われて使われる場合もあるので、そのモデルの定義というのがものすごく幅が広がっているので、 えー、すごくある意味、面白いっちゃ面白いんだけど、すごくだから、多種多様になったなっていうのは、私の実感としてはありますよね。うん、そうすると、その人の持っている雰囲気を壊さずに、まあ、それ生かしていくというでとになるわけですか。そそうううでで、ね、ですすねねいことなのの逆にあの モデルの子たちあのあの教えてて、この子はどっちに持って行ったらいいのかなって悩むときもすごくあるので、そういうときはマネージャーと相談して、このま、あの事務所としてはこの子はど,どういう感じで持って行きたいのかっていうところを確認しながらレッスンしたりとかをしてます。うんまあ、それが、まあ、比較で1980年代のモデルというこうですね。あのもうこの辺の辺方たちは私は私 あの一緒のステージに上がったこともあるような方たちなんですけれども、まあ、日本の代表格としては山口佐代子さんですよね。まあ、あの、この時も当然個性はすごくあったんです。特に佐代子さんなんかは、自分の個性を100%引き出すメイク、メイク方法と髪型を自分でこう編み出してじゃないですけども、もこの、 ボブヘアの,こ,の,つり目のメイクこれを引き下げてパリコレにチャレンジをしたことによってパリで一世を風靡したこの方の個性をは、えー、要するに世界が認めたというような、まあ、一瞬だったんですけれども、まあ、そういった意味で個性をこう引っ張りあの自分の個性を理解してそれをこう売りにしていくっていうのは、まあ、時代とし変わっても一緒は一緒なんですけれどもやはり、まあ、ちょっと違うのはあのこの イネスなんか見てもらうと分かりますけどこういった女性のボディーラインがこうしっかり見えるような、えー、ドレスだったりとか、えー、まあこの頃はやっぱり女性はより女性らしくしかも大人の色気のある女性っていうのが割とファッションの,てあの底辺の、うん、にあったので割とこういう女性らしいボディーライン女性らしいメイク えー、女性らしいそのポージングっていうのがやっぱり主流だった時代なんですね。そういった意味では、今よりもすごく確立されたこうイメージっていうのが当時はあったのかなってい。型に、ね、はめられてたっ<ん>、ま、てたというか、男性目線だけがあったみたいなことはあるんですか,もしかしていや男性性目線より女性がよりり女が 憧れる女性っっていう,ふうに言った方がいいいんじゃな,いかな女,性が女性に憧れるのはより女性的な人だったっていうことですね、うん。そうですね。うん。うん、あとやっぱりファッション、ファッションの定義として、やっぱり女性はより女性らしく、男性はよりかっこよくっていうのが、やっぱりファッションのテーマの,の底辺にあったので、デザイナーが作る服のもそういった服が多かったので、やっぱりこういった女性らしい、こう、あの、メイクだったり、あの、そのポージングだったりとかいうところがやっぱ主流でしたね。 うんうん、なので、まあ、ちょっと今はジェンダーの時代なのであまりこういう感じの80年代風のものっていうのは今はあまり見られなくなってしまったんですが。でもちろんあのそういう世界が好きなあのデザイナーもいるし。あの まあ、モデルもこういったラインを得意とするモデルももちろんいるんですけれどもやっぱり主流としてはどちらかというとそのあんまりこうそ性別を感じさせないような、うんえー、個性のも持ち主の方が、えー、今は多いのかなとは思いますじゃあそういう中で、まあ、一人一人、はいまあ、見てる人たち一般の人たちはこう、うん、何を参考にしていったらいいでしょう まず、なりたい自分像っていうのをやっぱりしっかり持つってことがすごく大事なのかなと思います。それが例えば、ここ,ここがないのが一番問題だと思うんですけど、もしそれが具体的にえあの描けなかったら、例えば、えー、そのインフルエンサーでもいいし、芸能人でもいいし、あの自分がな憧れる、なりたいタイプの,あの実在する 人をまず見つけで、うん、その人がどういう表情をしてるんだろうとかどういうファッションをしてるんだろうとか、えー、そういったところから少しずつ私真似するってことはすごく大事だと思ってるのであのモデルの新人の子にもまず真似してって言うんですけどもやっぱりその自分があかっこいいなと思うその先輩モデルの真似をして、えー、体を動かしてみるっていうところからやっぱりすごくするスタートすることすごく私は勧めているので。 まず,まずやっぱりやってみないと何も始まらないと思います。なので、憧れるの像を一つ見つけて、真似るところからスタートするのも一つの方法かなと思います、うん、まあ一般の人も、まあ、モデルに限らず、自分自身に関しても,やっぱりもっいいなと思う人をちゃんとまず見つける、ま,、まあ、まず見つけるところからってことですね, <laughs> そうですね見つけた方がね。 より具体的にね何をしたらいいか見えやすくなるとまなか、ねまあ。お近づきになるっていうかね、頑張って真似するとかね。うん、<laughs> あるのかもしれないですね。でも、もしかしたら、憧れの人がいたとしてもこう距離があり,ありすぎちゃって、いや私はとてもっていう感じになっちゃいませんか <laughs> うん、でもあの、どうなんだろう。あのモデルに。 限らずだと思うんですけども、やっぱり、あのうん、その人に100%なることは無理じゃないですか。うんうん、なので、まずあの自分を好きになるためにやるっていうふうに考えた方がいいのかもしれない。だ、うん、から、モデルの子たちにもよく言われるのはあの、よくオーラっていう話があるんですけど、オーラを。 どうやって出せばいいんですかって聞く人たちが多いんですけども、私が考えるオーラっていうのはやっぱり自信がないと出ないんですよ。うん、例えばその、えー、自分はこれだけ努力したんだからっていうようなことも一つの自信になっていくし、例えば何か一つ大きな仕事を成し遂げれば、それも一つの自信になるし、逆に第三者のね、友達になんか最近変わったねとか、 なんか最近すごく良くなったじゃないとか言われることによって、それも自信になるしかもしれないし、何がどう自信につながっていくかわからないけども、やっぱり何かを変えていくってことがすごく大事なんじゃないのかなって,って。だから、まず嫌だと思ったら、うん、まずま好きな人をまず見つける。まずうんな それと、この間のイネスのところでもあいいで、キャサリン妃のときにも話しましたけれども、トレーニング方法として鏡とお友達になるって話したんですけれども、大体、ね、普通の方たちは、ね、鏡を見ると自分の嫌なところが目に,目についてで、それが嫌で蓋しちゃうんですよ、ねね。なるべくこう見ないようにするっていうのがすごく多いんですけども。 やっぱりあのー、その、蓋をあえて開けて、自分の嫌なところをまず見つめて、なんで私はこ自分のここが嫌いなんだろう。なんで嫌なんだろう。これを改善するためにはどうしたらいいんだろうってうことをやっぱり考える。で、それをちょっとやっ、好きになるための,あの方法を考えてやってみるってこともすごく大事。で、それが好きになってくると、どんどんまたそれも一つの自分の自信につながっていくので。うん うん、嫌なところ嫌だなと思うところをまず好きになるっていうことですね。す好きになる努力をすると。ハードル高いなと思います。でもモデルもみんなそうですよ。自分の嫌いなところだって嫌いなところがない人って多分世の中にいないでしょう。どんなに美人の人でも嫌なところって必ずあるって言いますもんね。うん、なので <laughs> そこをまずこう見つめて考える。<laughs> <laughs> ってことですかでどうにもならないこともあります、実際問題あの。それはね、やっぱり受け継がれた、親から受け継がれた DNA でも、どうしようにもならないことももちろんありますよ。うん、でも、それをあの嫌いになるんじゃなくて、どうやったら好きになるかってことを考えていく方が、私は幸せだったと思うんで、ね、幸せ感、幸福感をちょっと増すためにもね、ぜひ自分を好きになってほしいなと思いますけど。 分かりましたでは、はい、今日のテーマとしてはモデルから学ぶ、まあ、個性の磨き方ということなので,そうです、ね、まず自分が嫌だなと思うところを好きになるよく見つめて好きになるっていうところから <laughs>、まあ、それが個性につながってそう,です、ね、そうですね。やっぱりあの、ね、誰にでも個性は絶対あるもので。 高松さん、自分が嫌いなところって何かあったんですかありますよ。あったね。過去、過去形で聞きますけど。今でもありますけどね。私、鼻の形が嫌いで、自分の。ええ。もう本当に意外ですね。みんな本当いろいろそう、本当に嫌いで、昔から。でもほら、上向いてないし、ちゃんと下向いてるし、いいんじゃないのって思うんだけど、そうい嫌なんです 似てるかも私も私自分の好きじゃないみたいなそうなの大きすぎて嫌だなのに顔のほとんどを鼻が占めるみたいな。そんなことないですよ。似顔かくと大体私は鼻が長くてんでこんな鼻ばっかりになってんだな <laughs> <laughs> ありますね。人それぞれね。そう,そうね。そうでも、すごく好きになるってとこね。それが要するに私のチャームポイントよぐらいに思えるようになるといいですよね。<laughs> <laughs> そこからスタートっていうことですね。はい、わ、はい、かりました。はい、まずは自分がちょっと好き,好きじゃないところを好きになって見つめるところからスタートということが、はい、まあ、個性の磨き方の第一歩ということなので、で皆さんぜひチャレンジしてみましょう。<笑><笑>ぜひ自分を好きになってください。<laughs> はい。はいありがとうございました。ありがとうございます。皆さんチャンネル登録お願いいたします。はい